パーヒーリア、パーヒーリア、パフィリアは2002年にカナダのマトロックス社が発表した PC 用 GPU および同 GPU を搭載した同名のビデオカードの名称である。パーヒーリアとは現実という自然現象を意味する英単語である。本校では GPU をパーヒーリア -512 と呼称し、搭載ビデオカードをパーヒーリアと呼称する。また、 同 GPU の派生型である、パーヒーリア LX 及び搭載製品を本校で取り扱う。パーヒーリア -512 は8-000000個のトランジスタで構成され、台湾、ん社の150ナメートルプロセスルールで製造される、マトロックス社の GPU である。 2 5 6ビット、グラフィックコアと上下で独立した2 5 6ビットのメモリバスを持ち、ビデオメモリは DDR スグラムを 256MB までサポートする。ピクセルシェーダー1.3とバーテックスシェーダー2.0を搭載するが、ハードウェア T&L は搭載せず、バーテックスシェーダーによるエミュレーションで対応する。またビデオ出力炎法だと二機のラムダッツと統合し、二機の TMDS トランスミッターと一機の外部、ラムダッツもサポートする。インターフェースは AGP4X に対応し、後に AGP8X 対応モデルも発売された。同社製品として、初めて動画再生支援機能として MC に対応している。1999年の G400 シリーズ以来、実に3年ぶりとなる同社の新 GPU であることに、加え、 様々な独自機能と豪華な仕様で大きな話題を呼んだ。しかし実際に登場した製品は高価な上に期待されたほどの 3D 処理性能が得られなかった。このため当初はゲームユーザーを含めたエンドユーザーをターゲットにしていたものが徐々に独自機能の活かせる産業向けへとシフトしていった。 結果的に現在のバリエーションとしては、AGP 版中心の個人用途モデルよりも、パーヒーリアの高精度な 2D 機能を活かした PCI 版中心の産業用途モデルの方が圧倒的に多くなっているなど、マトロックスの GPU ビジネスが個人用途から産業用途にシフトする転機となったチップとも言える。パーヒーナス五百十二の発表当時、最も注目されたのは、 バーテックスシェーダー2.0及びハードウェアによるディスプレイスメントマッピングといったダードックス級の一部機能をサポートしている点であり、またマトロックス社もその点を積極的にアピールしていた。本来、バーテックスシェーダーだけでなく、ピクセルシェーダーも2.0に対応していなければ、ダードックス級に完全に対応しているとは言えなかったが、 D マップをはじめとするジオメトリプロセッシングに力を入れる同社はトランジスタ個数を抑えるという目的からもパーヒーリア -512 のピクセルシェーダーを1.3で止める選択を行った。しかしダートックス9のリリース後開発技術のトレンドはピクセルプロセッシングとなりパーヒーリア -512 は全く対応できなかった。当初同社は ダードックス9のリリース後に対応機能を有効化するデバイスドライバを提供すると告知していた。しかし、対応するアプリケーションソフトウェアがないとして徐々に消極的になる。そして、約束されたドライバがユーザーに一度も提供されないまま今日に至っている。なお、マイクロソフト d o w s Vista で採用された 3D グラフィカルユーザーインターフェースである Windows a ア r についても、ピクセルシェーダー2.0が必須であり、パーヒーリア e 5 1 2では対応不可能である。パーヒーリア LX は、パーヒーリア e 5 1 2の廉価版として、2003年に発表された。パーヒーリア e 5 1 2と比較してほとんどすべての描画ユニットを半減させ、さらにパーヒーリア e 5 1 2発表時に、 ダードックス級対応とされていた一部機能を無効化している。反面、マルチディスプレイ機能に関しては、パーヒーリア -512 より改良が行われている。ミレニアムシリーズには、従来の G シリーズに代わり、P が完成られており、その文字はパーヒーリアを意味する。パーヒーリア -512 が PCI 版を中心に、 産業向け高画質の派生版を多く出したのに対し、こちらは、プラスシリーズやカドシリーズなど、主に、マルチディスプレイ機能を中心とした、派生版がリリースされているのが特徴である。初期モデルは AGP8X 対応 P650 と P750 の2製品のみだったが、PCI 版のリリースを経て、2005年に、PCI Express 16X 対応版の P650、 シートパーヒーリィアアップルが発表された。また2007年に P650 シリーズの再設計版として消費電力を抑えファンレス化した P690 シリーズが発表され、プラスシリーズはビデオメモリを256メガバイトに増強の上でオプションでクアディスプラにまで押している。パーヒーリアシリーズは G400 シリーズで採用されたデュアルヘッド機能を拡張した。 トリプルヘッド機能を搭載する G400 シリーズのデュアルヘッドと比較し DVR 出力解像度の向上セカンダリでもハードウェアアクセラレーション機能が使用可能などの強化がされているいずれのモードでもセカンダリとして t v 出力を使用可能さらに業務用の上位機種であるカドシリーズ c とはクアッドインフォーメーションディスプレイの意味であるではクアッドディスプレイ機能により4画面までを サポートしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。